皆さんこんにちは、スマイルマイルです。岐阜県可児市の音楽教室スマイルミュージックアーツで初心者ギターの方を対象にサポートさせていただいております。ギター担当の大野です。よろしくお願いします。今回は第5回目ですね。ラジオとしては第5回目になるんですけども、前回第4回目の時に初めて登山の話をさせていただきまして、でその時に9月末にね、小中の懐かしい同級生と同窓会的に登山を初めてしてきますよっていう話をしたと思うんですけど、いよいよね迫ったその登山の日を、迎えて、実際に、飛騨山頂に向けて登山をしてまいりました。無事登頂はできたんですけど、山頂まではね行けなかったんですよ。で、まあ、ちょっと残念ではあるんですけども、もともとね、飛騨山頂に全員で登るっていうところが、まあ、目標ではなくて、懐かしいその同級生と何十年ぶりかに、昔学校の行事でクラスでみんなで登った、その山にもう一回大人になってからね一緒に登るっていうのがやっぱり目的だったので、無事にね目的は達成することができました。ただいろんな要素があって、頂上まであと少しというところでね引き返さざるを得なくなってしまったんですけど、それでも、僕は本当に今回、登山をしてみてね良かったなっていうふうに思うのと同時に、まあ、自然の本当に美しさ、そして自然の厳しさ、合わせてね懐かしい同級生と協力し合うことの大切さ、そういうものを、しっかりとね思い出して学ぶことができたような気がします。で、もともとは、まあ、本当にその同級生でね同窓会的に登ろうっていう話が出て、もっとたくさんでね行けるんじゃないかなんていう話はしてたんですけど、実際にはねその同級生のグループラインにもうたくさん何十人もいるんですけど、70人近くいるのかな、まあ、全員がね集まるってことも、まあ、やはり難しくて、まあ、その中から数人っていう形にはなってしまったんですけど、実際にねこうやって山に登るっていう計画を立てて、いろんな台風のね影響もあって、なしになってしまうっていう危険性もありながら、最後に決行できたのは本当に良かったなと思っています。で、まあ、いよいよね登山が始まるよっていう最終の週かな、最後の土日あたりだったと思うんですけど、ちょうどまた台風が来てるタイミングでね、まあ、雨がもう今から降るよっていうそういう天気の悪いタイミングに、もう登山のねそのトレーニングする日もないからっていうことで、最後に僕はあの地元の山に登ったんですよ。で、多分みんなそこでトレーニングしたりもしてるみたいなこと言ってたんで、会う可能性もあったんですけど、まあ多分天気も悪くて台風来てるからね、まあ今日はやらないだろうという時間帯に、しかも車でね山の4分の1ぐらいこう登ったところに広場があるんですけど、そこまで僕車で行ったんですよ。そう、本当は家から歩いて行った方がいいんですけど、まあ、そうすると行き帰り合わせるともう半日ぐらいかかっちゃうんで、ちょっとねあの何か雨が降り始めても行けないし、体調がね悪くなったりとか、また前みたいに怪我しちゃってもいけないんで、ちょっと車をね中腹まで持ってこうということで、あの乗って行ったんですよ。で、頂上まで行って戻ってきて一往復した時に、まあ、帰ろうと思ってね、で山のその、あの登山靴との相性も、まあ、なかなかいいなっていうのを確認した上で帰ろうとした時に、あの車に乗り込もうとしてるところでね、あれ大野くんみたいな感じで声かけられちゃったんですよ。で、誰かなと思ったら、なんとその登山で一緒に行くメンバーの一人だったわけです。で、イエーイと思って見られてしまったと思ってね、一番行けないところを見られちゃったなみたいなことを言って、したらもう友達も爆笑してて、何車で来てんのみたいなトレーニングしに来てんのになんで車でここまで来てんのみたいな、しかも山の途中まで車で来てるしみたいなね感じになっちゃって、いやいやいや、これ僕の車かなとかなんか言いながらね、いやいや弁解の余地ないっしょとか言いながら、で、まあそのままね帰るわけにもいかないので、いやまあ今からまだトレーニングするつもりなんだよみたいな感じでまあバレバレの嘘をつきながら一緒にもう一回登りに行きました。で、その後結局2往復したから、まあ、最終的に3往復っていうことにはなってるんですけど、僕自身のトレーニングが、まあでも実際ね山まで、まあ、途中まで車で行ってしまってるので、実際は1往復ぐらいの距離になっちゃってるんじゃないかなと思うわけなんですけど、まあ、そんなトレーニングを兼ねて当日を迎えました。で、まあ、当日は友達がね順番に同じ住宅地内にいる友達は全員一緒に行くということで、車にね乗せて迎えに来てくれるということで、
まあ、僕一番最後に迎えに来てもらって、まあ、みんなで一路ね5時過ぎぐらいに向かったんですよ。で予定としては高速でも、まあ、下道でもね朝だと変わらないっていうことでほとんど、まあ、下道でじゃあ行こうかっていうことで下道で行って、まあ、予定では7時半ぐらいかなぐらいから登れればいいねっていう感覚だったんですけど、なんとですね、あの一本道のその41号でゲロの方まで行くところって一本道だと思うんですけど、そこでねすごいあのもうとにかく30キロとか40キロぐらいで走る車にね何回か遭遇しちゃって、でまああのなかなか脱ぐこともねあれだしっていうことで、ずっとねその後ろにいたのもあって、もうすごく時間がかかっちゃったんですよ。で結局長野の方に住んでるその同級生と落ち合うそのタイミングにも遅れちゃって、8時半近かったのかな、御嶽のその登山口にね、林道の方、温泉側の方なんですけど、そちらの方に着いた時にもう8時過ぎてて、実際だから8時半近辺から登り始めたと思うんですけど、うん、準備してね。なので思った以上にその登山開始時間っていうのが遅れちゃったんで、ちょっと頂上までは厳しいかもしれないねみたいなことは最初に話をしてたんですよ。でまあ最初朝方は雨が残ってたんで、まあ、小雨降る中、まあギリギリカッパ着なくても大丈夫かななんていうぐらいの雨だったんですけど、まあ、すごく霧も深くて、まあ僕はザックの上にねあの雨対策用のカバーをかけて登ったんですけど、まあ、中にはねちょっとカッパ、着てる子もいて、でみんなで登りました。で山道もねあの水が山道にこう流れるぐらい結構水が流れてて、で至る所がぬかるんでて泥だらけでね、で滑るしっていうことで結構ね大変な登山の開始にはなったんですけど、まあ、天気予報の言う通りですね、すぐに雨が止んで霧が、かかっている中で徐々に霧も晴れてきながら、次第にね太陽の光がこう差し込んだ時に、まあ、本当に綺麗なねあの工房が見えました。で本当は一眼レフ、まあ、僕写真を仕事でもやってるのであの持って行きたかったんですけど、まあ、やっぱり僕自身が素人山のね初心者っていうことで、あの荷物とかそういう重いものは置いてった方がいいっていう話がねあのたくさんみんなにアドバイス受けてたんで、まあ、今回本当に写真は全く持ってかずにね登って無事降りてくるところを目標にした、準備にはなってたんで、スマホぐらいでちょっと撮るぐらいでね、で僕の携帯がまたカメラ機能が一番悪いものなんですよ。だから全然綺麗に撮れなくてね、で結構友達が撮ってくれたのはすごい綺麗に写ってて、で何枚かみんなにもらったんですけど、でそんな美しい工房が、差し込む森の中を、霧の中で歩いてきました。でまあ初心者が結局そうだね半分ぐらいいたのかな、メンバーの中の僕以外にもね、まあ、初心者の方がいたんで、まあ、すごく助かってね。でたまたまその長野の方で待ち合わせした同級生も同じくその同級生の中に一人いるプロの登山ガイドの子と同じプロであのガイドやってる子がいたんですよ。なので言ってみればプロのねガイド2人もついてあのグループで登ることができたということで、めちゃくちゃ贅沢な登山だったんですよ。でたくさんいろんな山の植物を教えてもらったり、鳥とか動物の名前を教えてもらったりして、あのいろんなことをね話しながら登ることができて、ですごくもうあの初心者の人のね、心配をあのしてくれてたんで、スペースとかもね登山ペースとかもすごくゆっくりだったんですよ。でそういうことも、まあ、重なって、まあ、最終的にその森林限界と呼ばれるところ、森がね急になくなって岩場になっていくっていうそのところまで行って、ちょっと越えたぐらいを、まあ、最後、折り返し地点にしようということになって、そこでね最後にご飯を食べて、戻ることになったんですけど、ちょうどその森林限界を抜ける頃には完全な青空になって、まあ、眼下には雲海がものすごく広がってたんですよ。ものすごく綺麗で、で、山にね魅了される方がたくさんいるっていうのもね本当によく理解できました。で僕の中では本当にそんな高い山でしかもそんな天気がいい景色っていうのはもう本当に生まれて初めて見たので、ものすごく感動しました。でこの年になってねこんだけ感動するのも珍しいよねっていうことで、もうみんなでね疲れも忘れてね写真撮影したりして、楽しいひとときを過ごしたんですけど、
まあ途中でね、その森林限界のあたりよりももうちょっと下のらへんで、一緒に山初心者のメンバーの中でね、ちょっと体調があんまり良くないっていう友達もいて、まあ、そういうことも全部総合してね、時間も総合して、今日はここで折り返すってことにしようということで、その後折り返すことになりました。で、まあ、ちょうどあと頂上まで30分ぐらいっていうところなのかな。うん、飛騨頂上まではね、最終的には行けなかったんですけど、またそれは次回の楽しみにとっておいて、またね、みんなで登りましょうということを約束して、いろんな話をしながら下山しました。で、まあ、下山し始めたら今度は僕がね、足つっちゃって、左の、ちょうどふくらはぎよりも下か、すねあたりなのかな、足首とすねの間ぐらいのね、左足のところが完全につっちゃって、で、その足のつったところを、まあ、なんて言うんだろう、いたわろうとすると、足の今度付け根、太ももあたりが今度つっちゃうみたいな感じで、もうとにかくね、パンパンに腫れちゃって。で、その登山やってる子が、すぐに漢方とかをくれてね、筋肉の硬直を和らげてくれて、で、おかげでね、また自分の自力で歩けれるようになったんですけど、そう。で、まあ、他の友達がね、その、塗布するタイプのその塗り薬とかも塗ってくれたり、そうやって塗ってくれたりしてる時もね、僕の重い荷物とかを全部仲間が持ってくれたり、本当にね、たくさんみんながフォローしてくれたおかげで僕もね、降りてくることができました。で、他のメンバーもね、もう足がガクガクになっちゃったりいろいろあったんですけど、無事ね、怪我をすることもなくみんなね、健康体で、ちゃんと下山をすることができて、本当にね、今回は成功だったんじゃないかなという話をみんなでしました。で、下山してもね、結構時間が遅かったので、その市営のね、温泉っていうところは、まあ、終わっちゃってたんですけど、まあ、電話をかけたらね、今から入れてくれるということで終わっちゃった後だったんですけど、入れてくださってね、温泉にも入ることができて、で、疲れや、まあ、癒して、無事ね、車でその後帰ることができて、で、最終的にカニの方に帰ってきて9時ぐらいかな、そのタイミングで、その後、まあ、僕ん家のすぐ近くのところでね、店で飲んでね、まあ、みんなでお酒飲みまくって、で、まあ、僕はお酒は強くないんで、お酒は好きなんですけど、まあ、ビールも 2杯ぐらいにしておいてね、したんですけど、本当にね、みんなで楽しいひとときを過ごして、最終的には夜の11時半夜中に近いかなぐらいにね、みんなで車を置いてもうそこから歩いて帰るということでね久しぶりに学生みたいなね、ノリで、楽しむことができました。で、今回のその山を通して完全に僕は山のね、虜になってしまったので、徐々に慣れてきたら一眼レフを持ってね、それこそ日本のいろんな山にね、これからチャレンジしたいなと思っています。なので今後ね、その山の話とかもちょこちょこ出てくるようになると思うんですけど、1年に2、3回は登りたいなとみんなで話してたんで、また新しく登ったり、もしくは、御嶽さんリベンジでね、登場するかもしれません。その時はまたお話をさせていただきたいと思います。心から一緒に登山をしてくれた仲間にお礼をしたいと思います。みんなありがとう。で、また一緒に登りましょう。本当にね、やっぱり昔からの友達、これからもね、たくさんみんなに会ってきたいと思います。で、僕の中では本当に何年も何十年も超えられなかった、それこそね、富士山よりも高い山だったんですけど、今回はね、御嶽山を登ると同時に、その自分の過去も乗り越えて登ることができたのは本当に嬉しかったです。ありがとうございました。また次回のラジオでお会いしましょう。